今日人数相当いるな。29チームだそうで。29チーム、50人超え。さて、でヒロト君は表ロバーツ、ブラシェルミ使えるのか。確かに難しいキャラではないけども、なんかヒロト君のことだから霞とかをチョイスしそうな感じがしちゃうんだけど。そうですね、むしろ裏ロバとかアンディってのはもうなんか全体王なつもりで行くんだろうか。なるほど、アンディを起点にチームを決めた感じですね。はい、波動昇竜が、やっとのことヒロト君がやりたいことができつつある感じか。ザお互い転がる。そしてビリー対ロバート、これは、まあ、個人的にはどうなんだろうな、ビリ側がちょっとやりづらいんじゃないかと思うんだけど。そうですね、玉のせいでやっぱりある程度は、はい、ただこういうのはちょっとまあルール外と言いますかまあそうですね。さあ牧島ちゃんが取り返して中堅が裏シェル、あらら、ちょっと思ったんですけども、はい、このヒロト君の裏シェルミーというのはもしかしてあの 98UM 飯なのかなと。あーなるほど、確かに 98UM 相当やってますからね。ですね、大体そんなには違わないじゃないですか。あ、そうですね、基本的にやることはまあ似てますね。イッチーのファンものすごいことを宣言しました。なるほど、イッチーさんのファン、ヒロト君動画相当見てるなこの時代に紅白を1から最後まで全部見てるってことなんでしょうねものすごいことを言ってのけましたが、ヒロト君。さあ試合のは牧島ちゃんの大将の牧島、わあ、当たらない。状況が苦しい。つながる、当たらないが残り数ドット。どうする、はぁ、早かったか、遠かったか。続いて無敵仮面3対トラさん。はい、トラさんと無敵仮面さん、はい、始めてください。 OK です。まあ、キャラクター的にはトラさんは別にレシオでも困る方ではないでしょうし、まあ、そうですね、基本的にジョキャラを好んで使う人なんですけども、これレシオ余裕でしょう、余裕で余ってるんじゃないか。余るどころじゃないぐらい余ってないか。これシェルミーがゼロゼロでしょ、アテナが 1、 ウィップも1とかじゃないのっぽいですよね。5までのレシオに2しか使ってないってこと半分もいっていないレシオ。あー、まあ、まあトラさんは、まあ、UM はメインではやってないと思うんですけど、ここまでは正直、まあ、ムエタイカネンさんのペースと言わざるを得ないでしょう。そうですね、これは、まあ、ムエタイカネンさんの攻めがだいぶ強烈なので初見はかなり苦労しそうですけど。さあシェルミーは中に入っていきたい。うわっ、しゃがみ C が見えたが、これは的確でした。まあ、のしゃがみ C の1段目が使って2段目の部分をジャンプ D で潰された感じですね。あ、うまい、あ、うまい、うまかったがコンボに行けなかった。今のところはガーキャンするかと思いましたけど、ゲージを惜しんだ感じかもしれません。
またなんとも難しい組み合わせですけども、ヤシロとしては割と他のキャラに比べれば伸び伸びできるキャラではないかと。ああ、なるほど。なんだすごい這い出してる。おっとっとっと、ウィップ側は早出しのジャンプ D がちょっときつそうなので、まあ、その前になんとかしようっていう感じなんでしょうか。そうですよね、これちょっと物足りないが十分なダメージで、でおこれ半角っぽいな。いやー、丁寧ですね。こういうところの拒否っぷりはなんかやり込みを感じます。そうですね。あー、そうですよね。あー、苦しい。快速上り奈落。あ、うまい。ここは払っていく。ダメージはお墨付きです。で、端が背抜けだの。うまい。マジか。さあ、メタイカメさんはここで取って対象戦につなげたいところ。危ない。ゲージ4本。いや、ここを取ればメタイカメ側にもチャンスがある。あー、あのしゃがえちょっとやだな。うわー、うわ、あー、長かった。届かないと思って次の行動を考えていたはずなんですが、